ローレンス・スターンは18世紀イギリスの小説家、牧師。未完の長編小説、紳士トリストラム・シャンディの生涯と意見の作者として知られる。トリストラム・シャンディは物語の主人公であるはずのトリストラムがなかなか登場せず、筋書きが脱線に次ぐ脱線になっていると同時に、奇抜なページデザインや記号仕様が駆使されていて、どこが頭で尻尾かわからない。 生子の化け物みたいな作品と形容される。作中で読者への呼びかけがなされるなど、一種のメタフィクションでもある。この作品は、大きく二つの特徴が指摘されている。一つは、一見脈絡のないデタラメな展開でありながら、小説で取り扱われる様々な事件は、実は、時系列的に順序立てられていて、再構成が可能となっていること。二つには、 これらの脱線には、ジョン・ロックが人間語性論で初めて指摘した連想あるいは関連連合の原理が用いられていて、この原理によって構成的にも内容的にも作品全体が支えられていることである。ローレンス・スターンの小説は19世紀にはユーモア文学の一材料としての評価に過ぎなかったが、20世紀に入ってジェームズ・ジョイスやマルセル・プルースと バージニアウルフラ、意識の流れを追求した文学の潮流が起こると、これらの源流的位置づけを占める存在として再評価されるようになった。1968年には没後200年を記念して、イギリスでスターン200年祭が開かれた。ローレンススターンを日本に初めて紹介したのは夏目漱石である。1897年に漱石は、 トリストラム、シャンデーと題する文章を発表、自身の小説、我が輩は猫であるなどでも影響を受けたものとみられる。ありがとうございます。